では、そろそろ時間になりましたので、始めようと思います。皆さん、こんばんは。こんばんは。ゆるりと始めていきましょはい。う。いつもの通り、少しだけ自己紹介しますと、東芝の、川崎にある競争センターという施設がありまして、そこの管理、運営をしている、ところの部署のものです。私、尾形と申します。よろしくお願いいたします。はい、いろです。よろしくお願いします。はい、今日はデザイナーが教える人間工学の、ウェビナーも、第9回を迎えまして、愉快ですか？来ました9回です。ね。長々とやってまいりましたが、まだまだネタあるのですが、通過点の9回ということで、今日はあれですね、体に合わせるデザイン、その原則と思想ということで、結構深い話が聞けそうな感じですね。よろしくお願いします。はい。ちょっとまだエンジンがかかってないので、あんまりあれですけど。かくてないんですか？ まあね、今、ちょっと急に寒くなったんで、あ、こういうこと言うと、は動画が使えなくなっちゃいますね。じゃあもう、やりながらはどんどんい。温めてまいりましょう。はい。はい、参りましょう。一つだけあれですね、今から、ウェビナーを始めますが、Q&A コーナーが一番最後に、用意してありますので、それまでに気になったときに、いつでも、皆さん、チャットにですね、質問を書いていただけると、その中からピックアップして、最後の Q&A に、答えが返ってくると思いますので、気がついたとき、いつでも何でも構いませんので、コメント、質問入れていただければと思います。はい。では、そろそろ参りましょうか。さん、お願いいたします。はい。じゃあ、画面を出して始めたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、見これておりまで、す。ね、整いましたかね。はい。はい。じゃあ、改めまして、今日はですね、体に合わせるデザイン、その原則と思想というような、これまで脳の話だとか、認知の話、あと目の仕組みの話だとか、文字の読みやすさの話みたいなことは言ってきましたけども、体に合わせるデザインっていう、もう少しね、上位の考え方というか、もしかすると人間工学というと、こういったし、やっぱり身体とのこのね、ものとの適合性なんじゃないのっていうような、一番こう、ザ人間工学じゃないですけど、イメージのつきやすいところではあるかなと思いますけれども、格論的なデザインのテクニックというよりかは、考え方みたいなことが大きくなるかなと思っています。基礎的なところという感じですかはい。ね。ね。はい。じゃあですね、またいつもの考え、で、申し訳ないんですけど、簡単に自己紹介させてください。私、井戸はですね、91年に、千葉大学の工学部の中に、工業衣装学科、今デザイン、名前変わってしまってるんですけども、工学部の中にあるデザイン学科でですね、特にこの人間工学を専攻として、修士課程まで進んで、東芝に97年に入社しました。いろんなね、事業領域、さまざまなデザインプロジェクトに、この人間工学の専門性を生かして、参画しております。はい。資格としてはですね、この人間工学会が認定しているような人間工学専門家なので資格も持っていますし、外部の大学でですね、ここにあるような大学、芸術系の大学でのデザインを学ぶ学生に向けて人間工学の講義をしたりなんかもしております。じゃあ、このね、身体との適合みたいな話、体に合わせるデザインということに入っていく前に、まず最初に、物と人間との、関係性の中で人間がどういう情報を処理しているかということを3段階で示した、このモデルを説明したいと思います。はい、まず人間の目や耳で、こういった機械の状態というものを認知しなきゃいけません。あ、知覚しなければいけませんね。これが人間にとっての情報のインプットになるわけですけれども、ここで得られた情報というのはあくまで情報なので、それを脳で判断する、それを認知して判断するというような、段階を踏むことになります。そして、こういう状態だとするならば、こういうふうにして、ね、操作しなきゃいけないなという計画を立てて、その、指令を手や足に伝えて、このように機械を操作するというようなもの。そのね、
人間のアウトプットは機械側のインプットになって、またその結果がこういう表示器なんかに現れてということで、こういったまあサイクルをぐるぐる回していくような形になるんですけど、人間側ではこのような3段階のプロセスを踏んでみます。情報処理ですけど、体が関係するという感そうじですですね。ね。はい。結局に出したようにですね、人間はこの物からの情報を体で受け取っているわけですし、そして体を介してこういった操作をしているわけです。はい、だから、デザインによってものを人間の体に合わせるということ、つまり体に合わせたデザインってとても重要ですよね。まあ、言われれば当たり前のことなんですけども、こうやって見ると人間と機械とのこの関係性を、体との関係性を最適化していくなんてことが、もう少し詳しくわかるかなと思っています。なので、まあ、人間側ってそうそう変わらないですよね。だから、機械側の方をちゃんとこういうデザインによって人に合わせていかなければいけないっていう、今日はそんなお話になります。しましょう。はい。じゃあ、体に合わせるデザインって言われれば、まあ、それって当たり前じゃん。普通だよねってことになるんですけど、じゃあ、いざ体に合わせたデザインをしていこうってことになると、もう少し要素分解的に、細かく考えていかないと、なかなか物の設計には落とし込めません。このか体に合わせるためのデザインの観点として、この3つの、ね、側面を、出してみました。体に合わせるってこういうことなんだよっていうのが、まず1つ目が位置関係ですね。このものと人間との位置関係。これ、最適な姿勢で表示を見たり、操作できたりすることを指します。そのためには、このまあ、こうやってね、ATM だとか券売機みたいなものをイメージした絵なんですけれども、この高さですとか操作部の角度、もしくはこの表示部の高さや表示部の奥行き角度みたいなものなんかがやっぱり、デザインにとっては重要になるということです。そして二つ目がこの力学的な側面ですね。適切な力で操作や保持ができること。まあ、ここでボタンを押そうとしているような絵になってますけれども、このボタンが人間のこの力というものを無視したぐらいに極端に重かったりなんかすると、それはやっぱり体に合ったデザインって言えないですよね。で、まあ、実はこのね、ボタンも軽くすればいいってわけじゃないんですよ。いろんな操作部も。軽すぎると何がいけないかっていうと、ボタンが密集しているような操作部だったりすると、あるボタンを押そうとしたときに、隣のボタンに触れてしまっただけで、こういうふうに押し込まれてしまう。なんていう誤操作が心配されますよね。レバーなんかも、たまたま通りかかったときにね、肘が当たってしまったなんてことで、なんかこう、動き始めてしまうなんていうことも考えられます。なので、力加減というもの、力学的な側面というものは、何も軽くすればいいというわけじゃなくて、適切な、力加減というものが重要になります。押した感みたいなものも必要ってことですよそれね。もありますね。ちゃんと押せたのだろうかみたいなことが、ちゃんと確認できる。つまり、それは触覚で押したということを、こういうふうにフィードバック、ね、知覚して、また次に、このままでいいんだということを考えて待つとか、こうしなきゃいけないなんてことを考えていく、次の、こういう情報処理のプロセスに入っていきますね。そして、接触面。人間の体が直接触れるところは、こういった身体寸法だとか、形状なんかを考慮しなければいけないということですね。まあ、指の先で、例えばこういう押すボタンであるんだったら、フラットであるよりかは、多少こういうへこ面になってた、凹面になってた方が、人間のこの指の形にも合ってるし、まあ、滑りづらいなんてこともあるでしょう。まあ、あと、ボタンが密集しているようなものだったら、こういった、ね、親指とか人差し指、こういったものなんかの指のサイズみたいなもの、そんなものなんかが、このデザインをする上では、重要になってくるかなと思いますね。じゃあ、こんなようなことをやっていくと、だんだんとね、物のデザインというものを、細かく検討していくことができるようになりますが、デザイナーにとってというか、まあ、デザイナーに必要な体の知識ってありますけれども、まあ、これ、作り手に必要な体の知識と置き換えて読んでいただいても構いません。今度は人間側の方に着目すると、このいろんな人間特性も知っていることによって、それもデザインに活かせるわけですよね。例えば、寸法。手の長さだとか、肩の幅だとか、なんかこういう腰回りだとか、頭回りなんていうようなもの、そういった人間の寸法に関わるようなものなんかは、やっぱりデザインにとって重要なデータになってきます。運動というのはですね、この姿勢だとか、動作域だとか、力とか、その操作スピードみたいなものが含まれるんですけれども、まあ、そういった人間の動作特性、運動特性なんかも、やっぱりもののデザインには必要な知識になりますね。
そして形状。例えば、足、個人差はありますよ。個人差はあるんですけど、足って大体こういう形をしてますよね。というようなことが、分かってるから、靴のというプロダクトも、デザインすることができるし、目と鼻、人の顔は、顔立ちは人それぞれですけれども、目と鼻の位置関係はこうなってるから、ということで、こういったメガネみたいな、プロダクトが大量生産できたりもするわけです。そして、こんな側面もありますね。生理学的な側面ですけれども、やっぱり人間なので、疲れたりします。汗かいたりもします。そういうような生理学的な反応も考慮しないと、これね、暑いところで使っているようなプロダクトなんかは、もっとこういうね、滑りづらくするような素材にしなければいけないよね、なんていうようなことも気づくことができるんじゃないでしょうか。で、一口で、体に合わせるデザインといっても、考えるべきこととか、仕入れる知識ってたくさんあるんで、この時間の中では説明しきれないんですけれども、今日はですね、特にこの中でも重要な身体寸法というものに着目してですね、体に合わせるデザインというものの考え方を説明していきたいと思います。じゃあ、身体寸法といっても、皆さん、自分の身長が何センチかってことは、おそらく答えられると思うんですけど、腕の長さどのくらいですか？床から目の高さってどのくらいですか？おそらくそれを、私は床から150何センチですなんてことを空で答えられる人ってまずいないと思うんですよ。だけど、やっぱりものづくりなんかにおいては、そういった細かい身体寸法のデータというものが、やはりニーズがあるので、そのニーズに応えるような形で、こういった充実したデータベースというものが存在しています。今日そのデータベース2つ紹介したいと思いますが、1つ目が、この人間生活工学研究センターというところが発行しているこのデータベースですね。日本人の20歳代から70歳代までの成人、6700人分の実測データを用いた、この217部位なんで、これ、一部なんですけども、このデータを収録した、有償の PDF を購入することができます。有償4万いくらかしたかな。217V とか使うことあるんですかね。結構リッチですね。ですね、業界によって数が違うんですけれども、多分アパレル業界なんていうのはものすごく使うんじゃないですかね。ニーズがあるからこそ、こういうね、結構細かなデータがあると思いますよ。なるほど。じゃあもう一つ紹介するのが、これが産業技術総合研究所というところが、産総研なんて略して言ったりもしますし、AIST なんて言ったりもしますけれども、そこがこういった公表している人体寸法データベースがあります。これは先ほどのデータに比べると被験者数は少なくて、そんなに年齢を細かく分けてないんですけども、ざくっとこうね、人間の成人男性、高齢者、あ、成人層、高齢者層の男女別のデータというものを、これもね、200部以上合わせて、公表してくれてるんです。これがウェブサイト上で無償で公開されているというのが非常に使い勝手がいいですね。誰でも見れると。誰でも見れます。で、このね、多分ね、AIST 人体寸法とかググっていただくと、このページにたどり着くと思いますし、今日ね、最後のアンケートに答えていただいた方には、この PDF、配布いたしますので、そこから続いていってもらっても構いません。じゃあ、ちょっとこちらの方で人体寸法データベースがどんな中身になっているのかということを紹介したいと思います。では、ですね、実際のウェブサイトを操作してみましょう。さっきのやつが残ってるので、最初からいきますと、ちょっと待ってくださいね。ここでいきましょう。まずこのトップページにたどり着くと、いろいろが、書いてあるんですけども、多分ですね、最初に行かなきゃいけない場所はですね、この寸法項目の、その寸法を図から探すというところを開いてみましょう。そうするとこんな絵が出てきます。おそらくこれを参照したいという人は、例えばですけれども、座って操作するこういった操作卓のデザインをしているから、人間が座った時の座面から
の目の高さだというか、座面からの肩の高さなんても知りたいと思ってんだよね、なんてことがあると思うんですよ。なので、こうやって見ていくと、どうやらここになんかデータがありそうな気がすると思って、今度ついてみるとですね、ほら、ありました。座面からの目の高さ、座面からの肩の高さなんていうのがあります。そうそう、じゃあ、座面からの目の高さ見てみようかなということで、ここをクリックしてみると、はい、こうやって詳細の、データの、コマンドにたどり着くことができます。じゃあ、このデータの見方というものは、またパワーポイントの方に戻りたいと思います。割とみっちり数字がありますね。はい。数字にうわっとしてしまうんですけども、これは見方をちゃんと分かれば、見るべきところというのが、分かります。てくださいね。はい。さっきこんなようなコマドでしたよね。はい。こんな感じになってます。青年層と高齢層の男性、女性、男性、女性のデータが、このパーセンタイル値というふうに並んでるんですよね。パーセンタイル値って何やねんみたいなことは、この後ちょっと説明したいと思います。皆さんはおそらくですね、まずこういった平均値みたいなところにね、興味があるかと思うんですよ。けど、平均値もとても重要なデータですけども、デザインをする、人間工学的にデザインをしていくためには、平均だけを見ていたのではダメで、やはりこういったデータの分布とかばらつきを見なければいけません。おそらくですね、この平均的な値が分かったとしても、じゃあこれって低い人ってどのぐらいなんだろうってことって、すぐ疑問に思ってくると思うんですよ。それに答えるようなデータがここになっているわけです。パーセンタイルのが上に書いてあるのはそういうことなんですそうかかね。もしれないですね。はい。じゃあちょっと今度はまた人間生活工学研究センターのデータベースで事例に紹介したいと思いますが、ですね。こちらはですね、あ、ごめんなさい。なんか残っちゃってますね。ちょっと待ってくださいね。これね、アンチョコでした。失礼しました。裏の分析はちいけませんね。はい。ょっと待ってくあ、ださい。違いますね。もう一個なんです。はい。大丈夫です。はい。これはですね、人間生活工学研究センターのデータベースはですね、10歳区切りで、20歳で30歳代というふうに、より細かくデータをこういうふうに、掲載してくれています。例えば、日本人の身長、男性の20歳代に注目するとですね、パーセンタイル値ってこういうふうに出てるんですよね。じゃあ、パーセンタイル値って何なのかっていうと、ここに書いてあります。こういうふうに集めてきたデータを、小さい順に並べた時の順位をパーセンテージで表した値ですね。だから、例えば、無作為にっていうか、ちゃんとね、無作為に、無作為に100人集めてきた時に、小さい順に並んでもらって、5%目に来た人。前から5%目に来た人の値っていうのが、この5%タイル値ですね。これが100人じゃなくて、500人とか1000人とか言ってくると、だんだんと確率的にこの5%というものは日本全体の値に近づいていきます。こうやって見ていくと、この50%タイル値っていうのが100人並んでもらった時の50番目なわけですよね。よく言う中央値ってここだったんですよ。で、データが多くなればなるほど、この中央値というものは、平均値に近づいていきます。ほとんど一緒ですよね。171センチとこっち171センチ。ね。そして見ていけば、この95%タイルというところは、前から95人目なので、後ろから5人目。だいたい今、成人男性、日本人の20歳代の若者に、のデータで見ると、181センチを超えていれば、日本全体の上位5%に入るぐらいだというふうに見ることができます。100人いたら後ろから5番目じゃなそうくですてですね。ね。はい。このデータがあることによって平均だけじゃ分からないような大きな人、ちっちゃな人ってどのくらいなんだろうということが見えてくるわけですよね。今これ男性のデータで出し、あ、その前にですね。で、このデータっていうのは、ね、正規分布に従います。真ん中の人がボリュームゾーンなんですけど、両サイドに、両端に行くに従ってその出現率というものは低くなっていきます。じゃあちょっとね、女性の方も見てみましょうか。これも20歳代の女性のデータを見ていただくと、パーセンタイル、50%タイル、つまり平均、ほぼ平均の値というのが159センチぐらいで、大きな側の5%で168センチ、小さい側で150センチ。なので今日はここに来ていただいている方でも、女性の中で150センチ以下っていう人は、
日本全国でも5%以内に入るぐらいの、値だということになりますね。この身長以外も、あれですか、正規分布に乗っていくんです。どの部位でも同じなんですかね。同部位でも一緒です。ちゃんと同じ条件で測ってデータを集めれば、必ずこういった正規分布に従いますね。そんな話をですね、ちょっと実感してもらうために、先ほど、ごめんなさい、これも残ってましたね。こんな話を、実感してもらうためにですね、私が人間工学の授業を持っている多摩美術大学ではこんな演習をやっています。手を測るという研修ですね。まあ、ここは細かい話。これは学生にはこれね、説明してますけれども、とにかく、まあ、比べるためには同じ基準で測らなければいけないので、この主張というものが、どういうふうに、手の長さですね。手の長さというものがどういうふうに、こういった人類学的に定義されているかということを説明して、その人類学的な定義に基づいて、みんなでこれね、自分の手を測ろう、人の手を見てみようというような演習になっています。で、こうやって、まあ、自分の手の長さなんてものを測ってですね、クラスの前の方にですね、こういうシートを貼っておいて、じゃあ、計測ができたら、自分の名前と計測値を書いて、ここにペタペタ貼っていきましょう。これ実は4ミリ刻みぐらいで、こうね、群を分けてるんですけど、自分のデータが当てはまるところに貼っていきましょう。なんてこと言うと、ほら、確かに正規分布になるでしょ。まあ、生データなんでね、そこまでビタッと綺麗にはならないですし、ここは男子の方が少ないんで、男子生徒の方は、ちょっとね、こういった、偏りはあるんですけど、それでも正規分布の、なんとなくイメージというか、影は見えますよね。まあ、こういうなんか授今、業は、私自分で測ってみたら20センチぐらいだったんですけど。今度正確に測ってみましょう、小村さん。あ、でもあれですね。なんか知らない数値、自分の体で知らない数値があるのは面白いですね。そうなんですよ。だから結構人の手の大きさだとか形なんてまじまじと見ることってなかなかないので、こうやって、こういう練習やってみると、ああ、自分って割と背がちっちゃい方だった割には手は結構大きな方だったんだねなんてことが分ああ、かなるるほど。が、これ数値にしてしまうと一つの値なんですけれども、結構人それぞれにやっぱプロポーションというか違うんですよ。同じ手の長さでも全体的にこういうふうに大きな体と、全体的にこの手のシェイプを保ったまま大きい小さいのがある人もいるし、指が長いというか、もう手が大きいというよりも長いって感じの人がいたりですとか、そういうことが、そういう発見があってですね、結構この授業をやると盛り上がります。で、この大きな人、ちょっと誰々さん見せてよ、手とか言って、わ、大きいというか、綺麗とか言えるんだよね。まあ、その綺麗とかいう価値観はまた別の問題ですけれども、まあ、こうやって、なんとなくこう、人間の体の多様性というものを、に関して気づきを得て、そこへの解像度を高めていくなんていうような授業もやっています。じゃあ、今ね、平均値だけじゃなくて、こういった身体寸法なんてものは多様ですよという話をしました。平均値だけを見てちゃダメだよなんてこともちょろっと言いましたけれども、こういった多様性のある体格においても多様性のあるこういったね、ユーザー層に対して、人間工学的にはどこを狙っていけばいいんですかということに関しては、もうこの青い帯のところに書いてあるように、この想定ユーザーの5パーセンタイルから95パーセンタイルまでをカバーするというのが、これが人間工学の、原則というか慣例というか、まあそのような標準的なものになっています。考え方としてはですね、例えば20歳代、もう若者しか使わないようなこれ製品だということが分かっていれば、この小さい側で言うと女性ですよね。女性の5パーセンタイルから男性の95パーセンタイルまで。ここを両端として考えて、これの中に入る人を想定していきましょうというのが人間工学の考え方。まあ、ひいてはデザインの考え方になります。けど若者だけじゃないよね。高齢者も使うよねっていうことになるんだったら、想定ユーザー層を何歳代ぐらいまでするかということを決めた上で、まあ、この場合ちょっと70歳代で例を出していますけども、そうすると小さい側は70歳代女性の5%いるっていうことを採用していくことになるんですが、まあ、この場合ですと141センチと181センチなので、40センチのこういった身長差というものを吸収していくような
そういうようなアプローチでデザインをしていかなければいけません。で、こういうことで、人間工学的なデザインのアプローチというものは、まず、この想定されるユーザーの両端ってちょっと、ざくっと言っちゃいましたけど、中身は5%、5%タイルから95%タイルということです。その両端をカバーするということを考えていることが原則になります。平均に合わせるじゃないんですよね。まずはこの想定ユーザーの両端がどうなってるかということを調べましょう。でもですね、ものによってはこうやって2、3、4というようなアプローチを取っていかなければいけないものもあります。例えば2番のアプローチってどういうものか、不利な側に合わせるってどういうものかっていうとですね、押しボタン式の信号の押しボタン、あるじゃないですか。黄色いやつですね。そうです、そうです。あれってよくよく見てみると、結構低い位置についてて、こちらの割と体格の大きな男性にしてみると、押せるんだけどちょっと押しづらいよね、なんていうようなところについてると思うんですが、じゃあ、この一番のアプローチでこちらの大きな男性にも、もう快適に、もう何のストレスもなく押せるよ、なんていうことを実現しようとすると、上にもボタンをつけなきゃいけない。ボタンダブルなんていうようなことになってしまって、それって現実的ですかってことです。日本全国に、押しボタン式の信号どれだけあるのかって考えると、それかけコストも2倍なんてことってやっぱり現実的じゃないので、じゃあ、こちらは、ちょっと、不便かもしれないんだけど、押せることは押せるよね。むしろ、小さい側というか、子供や車椅子に乗ってる人が逆に押せないなんてことがあってしまうといけない。であるんだったら、現実的なものづくりとのバランスをとって、こちらに合わせておきましょうなんて考え方を採用するような性格のプロダクトもあります。3番はですね、この体格ごとに考えるということですね。もう S、あの、SML みたいなもんですけれども、洋服だとか靴だとか、もうその人の体にフィットしていないと、あまり価値を発揮しないようなものというものが、この3番のアプローチを取っていくことになります。そして最後、どうしてもやっぱりね、平均的な人に合わせるという考え方を採用してするものもあります。例えば、列車の座席の幅だとか、スタジアムの、観客席の座席の幅だとか、そういったものは、どちらかというとこれ平均的な人に合わせた設計になっています。これを不利な側に合わせるというふうに考えてしまうとですね、すべてのシートをものすごい体格の大きな人に向けて幅の広いものにしてしまう。することが求められるんですが、そうすると、本来だったら1万人入るはずのスタジアムが8000人しか入らなくなってしまう。なんてことが起こる。そうすると、ユーザー側から見てみると、もうサッカーの試合だったらサッカーの試合を見るチャンスが減る。そして、主催者側にしてみれば、減った分の観客の減った観客の分のコストをチケット代に上乗せしなければいけないので、やはりこれもユーザーの不利益になってしまう。だったら、椅子で本当に座れないような、体格の人には、ちゃんとそれ用の席を用意してますからねというふうに考えていく方が、それが現実的な、バランスを考えると現実的だ。なんてことが、理屈として通るものに関しては、この4番のアプローチを取っていくこともあります。ただですね、あやれではすり、ね、電車の中とかのその席って仕切りがないので、その仮にすごい太った人とか、まあ、お相撲さんみたいな人も座ろうと思えば、空いてる時には座れるっていうのは、このなんか原則の上の方の不利な、なんだろうな、体格ごとに考えるとか、1番とか、割と両方吸収できるようなそうデですザインね、でそういうふうすね。に、捉えることもできますね。私、イメージとしては、なんていうの、新幹線の座席みたいなことをイメージしてたんで、なんか、ああ、ひじかけがあるようなやつ。で、2席使ってもらうなんていうようなことなんかも、それも考え方としてはあると思うんですよ。だけど、やはりこのまず1番から考えていくという原則はあります。じゃあ、ここまでですね、身体寸法のデータベースがありますよというご紹介をして、その見方として平均だけじゃなくて、この両端5%より95%よりが重要なデータですよという話をしてきましたが、それだけでもデザインって決められないんですよね。使い方としては、ああいうデータは、まず検討の当たりをつけるまでだと心得てください。だって、人間の実際の姿勢って、
姿勢とかこういったものって、動きもあれば、柔軟性もありますよね。柔度もある。だから、そういったものも加味して、利用状況に合わせて考えていかないと、ちょっとデータを読み誤って、使いづらいプロダクトが出来上がってしまいます。例えばこれ、これはまあ、駅員さんが使うような専用のこういったね、操作だと思うんですけれども、タッチパネルがここにあるんですが、遠い。ただ女性の5%相当の腕の長さで考えると、これって遠そうだよなぁと思いながら、もうちょっとこういうようなプロトタイプを作ってみて、職場のその5%相当の人を呼んできてですね、ここにの届きますかね、操作できますかねなんてことを聞いてみると、まあ、全然問題ないですよ。この姿勢辛くないですか？まあ、むしろこっちの方が普通だと思います。なんてことが考えれば、馬鹿正直に身体寸法データをね、そのまま直接的に捉えて腕の長さで奥行きを決めるよりかは、実際の利用状況に合わせて、ここにゆとりを持たせることができる。ここにも操作部を置くこともできるし、書類を置くスペースなんかも確保できるなんていうような、よりユーザーにとって便利なデザインというものを実現できるわけです。あことれ、あこれれ。ですね、そう、測定するときに背中をこうくっつけて、腕の長さだけ測ったからそうなってるみたいな、そんなそうなんイメーですよ。ジです。データベースって結局比較してやるために姿勢を統制するわけですよね。だからこういう直角水平君になってしまうんですよ。それはやっぱり現実的な、利用状況じゃないから、そのとあるこの利用状況に合わせた強化をしていく必要があるということですね。で、あとはですね、この一番右の写真は何かというと、まあ、とある、まあ、タッチパネルで操作すると、ユーザーの目的となる紙を出力してくれる、プリントアウトしてくれるような、とある専用の機器の、ダーティープロトタイプなんですけれども、まあ、デザイナーはですね、ちゃんと腕の長さとか立ち位置なんかも考えながら、このぐらいだったら大丈夫だろうということで、3D CAD 上で検討はしてるんですけれども、いざこうやってプロトタイプをしてみると、このタッチパネルの影に隠れてるところに手を突っ込むのって、なんか心理的に不安がある。なんて気づきがあった。だからやっぱりこういうのも利用状況としては、この視認性だとか心理的なこういう、状況みたいなものも考えて適切にして、デザインを適切にしていかなければいけないので、まあ、身体寸法データなんかを使いながら、まずこういう当たりをつけて利用状況に合わせて、こういうふうに調整をしていく。なんていうのが、これが基本的なデザインの、手順になります。テスト大事ってことですね。ね。もううん。実利用状況に即した検証というものを必ずやってください。で、具体的にはですね、すごく単純な事例なんですけど、小さな人から大きな人をカバーする、共通解を見つけていくというのがどういうことかということをご紹介したいと思います。これは私が実際にもう若手の頃にやった、とある機械、まあ、立って操作する機械のこの、何て言うのかな、高さ、操作面の高さをどのくらいにしたらいいのかみたいな話だったんですけれども、まあ、職場の中からこの5%相当、95%相当の人を呼んできてですね、上下、の高さが調節できるようなこういったプロトタイプを作って、まずベストの位置、あなたにとって一番ベストの位置ってどのくらいですかねっていうことを申告してもらった後に、上限下限、つまりこういった許容範囲を申告してもらうなんてことをやります。そうすると、大きな人も小さな人も、ここにどうやら共通範囲がありそうだということが見えてきたので、この時はですね、多分こういった操作面は1000ミリぐらいにしておけば、より多くのユーザーが使えるようになりますよ、なんていうような提言を私、返しました。これ、もしですね、ちっちゃい側と大きい側で共通解が見えなかったなんてことになると、やっぱりこの上下にこういった調節できるような機構を取り入れなきゃいけないよね、なんていうような形で、早いうちにデザイン方針の修正ができたと思いますね。そうですね、その95%やると5%やるだけでもなくて、その中間の人もいるから、こういうデータがこう見えやすくなってるような、ちょっとニュアンスもありますね。はい。はい、そうです。まあ、両端を調べておくと、この真ん中もある程度見えてくるっていうところありますよね。まあ、今ね、こういう同じ利用状況で、大きい側、小さい側って見たんですけど、いろいろね、実際のことも考えてみると、必ずしも、大きい側と小さい側で全く同じ条件で共通解を探さなくてもいいっていう事例も紹介したいと思います。とある博物館の入場ゲートを IC カードをタッチして、開く。
っていうようなものにするというところで、じゃあこのタッチ面の高さや角度ってどのぐらいにしたらいいのか。想定ユーザーはですね、こういう3歳児ぐらいまでを想定してたわけですよ。で、じゃあこんなちっちゃい子は大人のね、付き添いの大人の人にタッチしてもらえばいいじゃないかっていう話もあるんですけど、いやいや、これから博物館、ミュージアムに入っていく中で、この子も自分でタッチして開いて入るっていうような、そういった体験も重視したいよねって話になったから、やっぱりこのね、こことここのこういった体格差を考えていく必要が出てきたわけです。その時に、じゃあ子供は少なくともこのタッチ面が見えさえすればタッチできるよねっていうふうに考え方を変えてですね、こちらは視認性、こちらは物理的な、こうフィジカルなタッチのしやすさというところを、一つ基準において共通解を探すべく高さやこの面の角度なんてものを調整していったなんていうことをもうやったことはあります。なんか子供にとってみれば、その見えてるところに手を伸ばして一生懸命タッチするっていうのは日常で結構あるのかもしれないですね。で、やっぱりこういった自分で入ったという経験を大切にしてほしいななんてことはずっと言ってましたね、この時には。で、今までね、こういった両端の人を考えましょうなんていうことを、まあ、わかりやすいので、こういった身長とか体格差の観点で語ってきましたけども、これって、この考え方って、この体格差を吸収するだけにとどまらないはずなんですよね。目のいい人、悪い人。力が強い人、弱い人。機械に対するリテラシーの高い人、低い人。そのプロダクトとかものにおいて、使いやすさの肝となるような人間特性っていろいろ様々あると思うんですよね。そういうふうに、このプロダクトにおいては、やっぱりこのリテラシーの差を吸収しなきゃいけないよねとか、これだけのリテラシー差があるよねなんてことを考えていくときに、このね、身長差の話なんかをこう思い出してもらえれば、と思います。なので、今までこうプロダクト系の話でなんかまとめてきましたけれども、決してそれだけじゃなくて、ソフト、GUI のデザインだとか、グラフィックのデザインなんかにもこう適用できるようなユーザー思考のデザインの原点となるような、こういった思考法だと思います。でも、この寸法以外のことを考えるときに、こう、5%タイル、95%タイルとかっていうのを調べる術っていうのはなんかあるんでしょうか？実際にはそこまでね、細かなデータってなかなかないと思いますが、まずやっぱりその、両端を想定してみてできるだけ考えてみるような、そういったなんていうのかな、態度、姿勢が大切だと思いますね。じゃあまたちょっとね、身長の話に戻るんですけども、今度は日本だけじゃなくて、その製品を海外にも売るなんてことになった場合には、例えば北米とか北欧って我々に比べるととても体格大きいですよね。だからもしフィンランドやノルウェーなんかとかオランダにも輸出するようなものであるんだったら大きい側というものはこの北欧の男性50、95%あるちょっと190センチ。このぐらいまでを想定しなければいけないなんてことにもなってきます。そしてですね、まあ、体格、身長が大きい。って一言で言ってしまうとそれまでなんですけど、実は大きな人の中にも、ね、横す、えっと、肩幅も大きな人もいれば、肩幅はまあ、そんなに高い、広くない人もいるし、ここにあるように同じ、人間でも、アフリカ系の人なんかはね、結構、身長の割には足が長い、手が長いなんていうような身体的な特徴があると思うんですよ。まあ、プロポーションの違いですよね。まあ陸上の大会なんか見てるとね、その辺の差なんか結構はっきりわかると思うんですけれども、なんでこんな同じ人間なのに体型とか体格の違いってあるんだろうか、なんて話もちょっとね、したいと思うんですが、まあ、ちょっと雑学的な話に逸れてしまいますけれども、こういった生物学的な、体型体格を決めてくるような、法則があります。アレンの法則とベルグマンの法則なんていうのが有名なんですが、じゃあ、アレンの法則って何かっていうと、同じ種類の動物であれば、暑い地方ほど手足や末端が長い傾向がある。これはなぜかというと、放熱に有利だからですね。暑い地方に住んでる種ほど、体の中に溜まった熱を外に逃がしてやらないと、命の、生命の危機になってしまう。だから、こういうような体型の種、
こういう体系的特徴を持った個体が生き残りやすくて、だんだんと暑い地方にはこういう、形態が定着していくというような法則です。ベルグマンの法則というものが、同じ種類の動物であれば、寒い地方ほど体が大きい傾向があります。これは、高温とか蓄熱に有利だからですね。体を大きくすると、体重に占める体表面積の割合が小さくなって、熱を逃がしやすくなります。なので、こういう寒い地方に進出したこの種、個体というものは、こういうふうに大きなものが生き残りやすくなるなんていうのが、これが、ベルグマンの法則です。これ気候だけでね、こういった動物の形態が変わるわけではないです。気候だけが影響を及ぼすわけじゃないですけれども、結構まあこういうふうに当てはまっているものは多いですね。そして人間にもこの法則性って多少というか当てはまってるんですよ。寒い地方、さっきのノルウェーとか、フィンランドとか、大きい。暑い地方の人、手足が長い。ね、少し当てはまってますよね。つまりですね、まあ、ちょっとこんな話をもう少し掘り下げていきたいと思うんですけど、人類がこういった進化多様化していく歴史というものは結構何万年のロマンなんですよ。我々の祖先は、アフリカで生まれた、ね、この人類が、6年前に進出、世界進出を果たしたものが成功して、今、全世界に定着しているというのが、これがまあ今、人類学の定説になっています。で、まず、ここに住んでいた人たちは、どこに向かったかというと、まずヨーロッパ地方に向かいました。暑い地方に比べると、寒いところに行ったわけです。そうすると、さっきのベルグマンの法則が働いて、割と熱を逃がしづらい個体が生き残りやすくなって、だんだんとそういった個体、特性を持った人類として、このヨーロッパ地方に定着していきました。なんてことがいろんな地方で、まあ、それこそ外敵の存在だとか、いろんな、ね、食料の有無だって、そういった影響を受けながら、いろんな地方で、その地域にの特性に適応した人間の形というものが形成されていったわけです。すごい長い歴史の中でこうやって変わってきた人間の体なんですけれども、僕らが、こういった人工物に囲まれて暮らすようになったのっていつぐらいなんですかねと。それってまあ一つの契機はここの産業革命って言われてます。この6万年の歴史で考えると、この1760年前なん、200年前ぐらいですね。そんなものなんて、つい昨日みたいなもんですよね。すごい長い時間かけて、徐々にこうやってその地域に適応していった人間の体っていうのが、突然ですね、急激な環境変化にさらされるようになってしまったわけですよ。人間の体はそうそう変わらないのに、工業化というものが、こういった人間の特性なんかを無視するかのように、どんどん続く。実際にこの時代、産業革命の時代には、人間の特性を無視した働き方みたいなものとかが横行してですね、やはりこの、やっぱり人間って、眠くもなるし、疲れるし、とか、ね、作るものっていうものは、やっぱり安全を確保しなきゃダメだよねっていうような思想が、この頃から芽生えてくるようになりました。これが人間工学の源流の一つでも、まあ、大きな源流の一つでもあります。なんでこんな話をしたかというとですね、一番最初に言いましたよね。人間の方はそうそう変わらない。だから、デザインによって作るものの方を人間に合わせていく。こと、言ってしまえば当たり前のことなんだけど、こういう深い理解があればこそ、やはりこのものづくりのこういった哲学みたいなものって形成されていくと思うんですよね。こんな話って、すぐ明日から使えるデザインのテクニックでも何でもないですけれども、ものを作る側の人間、ものを作る側の方としてみると、そのものづくりの哲学を形成するような、そういう深い知識だと私は思ってます。なんか人間工学ウェビナーを聞いてるつもりで6万年って言われたら何事って思いましたけど、なるほど、そうですね。けど実際私、千葉大学で人間工学の授業を受けたと、こういう話を聞いたんですよね。
当時はなんとなくまだピンとこと来てなかったところもあるんですけど、実際ものづくりの現場に入ってみて、あ、これってやはりこの、作り手にとってすごく大切な知識だし、マインドセットを形成するためには、とても、なんていうのかな、有効な、なんていうのかな、切り口じゃないかと思って紹介してるんです。何万年単位のこの人間の営みと、もう昨日起きたばかりの産業革命のこのギャップをデザインで埋めるんだみたいな、そんな感じですかね。そう、その通りです。じゃあちょっと最後のスライドに行きたいと思うんですけれども、まあ、今、人間のこういったね、体の大きさとか手の長さがどうなったかみたいな話もしたんですが、実はこの肌の色の違いも、その地域の特性に合わせて変化していった帰結なんですね。肌の色の黒さ、黒い肌というものは、まあ、メラニン色素がね、こういう、こう、メラニン色素を皮膚表面に沈着させて、こういった黒い肌になってるわけなんですけど、なぜこういう肌が必要かというと、暑い地方、日差しの強い地方の人たちは、体に有害な紫外線を浴び続けることになってしまうので、それを皮膚表面でブロックするためにメラニン色素を沈着させてるんですね。そういう地方で生きていくために必要なこういった体の特性なんですよ。だけど、アフリカを脱出して、北へ向かった人たちは、アフリカほど日照時間が長くもなくて、日差しも弱い地方にいることになりました。そこで、実は紫外線って有害なばかりではなくて、ちょっとくらい浴びなきゃいけないって話って、小和田さん、知りませんか？いやー、なんか、みんな見てると悪いものだと思っあたのんですけど、ね、そうじゃないんですね。いや、ちょっと浴びないといけないんですよ。皮膚表面で、紫外線を浴びることによって合成される必須栄養素のビタミン D というものがあるんですけども、当時みたいに食料がそんなに豊富でもない時代に、ビタミン D を生成できないというものは、やっぱり生きるか死ぬかにも、ね、つながるような話だったわけです。そうすると、北へ向かった人たちにしてみると、この黒い肌が、生きていく上では不利に働いたわけですね。そうすると、肌の色の黒さも一様に黒いわけではなくて、より濃い人とちょっと薄い人がいるとなると、薄い側の方が北へ向かった人たちにとっては生存に有利だった。ので、だんだんとこういうような色素の特性を持った人たちがこの地方に根付いていったという歴史があります。まあ今ですね、我々人類って、この6万年前の出アフリカから今のところまで、ね、一応地球上にこうやって生息して文明を築きました。多様だから、こういうことができたんですよね。もし人間の体がみんな同じ体格、同じ体型、全員右利き、考え方も思想も一緒、なんてことになると、何か大きな環境の変化が起こったときに、全滅してしまいます。人間だけじゃなくて、その種として、こういった環境の変化を生き抜いていくために、生物って多様性を確保してるわけですよね。人間も、それは例外ではありません。多様だからこうやって生き延びて、現在に至るまで、ね、こうやって種を存続することができて、そして今、人間はデザインをしています。なんとなくこういうね、私も、もしさっきも言ったようにね、全員同じ体格、全員右利きなんていうことになれば、世界中の人が、よっぽどデザインって楽だと思うんですけど、そうじゃないですよね。多様だから今、我々デザインできてるって考えると、やっぱりデザインが対象としてる人間というものは多様であるということは大前提であるなっていうふうに思うわけです。そういったところなんかをこうね、なんとなくこういう哲学、ものづくりの哲学、を形成する一知識として持った上で、先ほどの5パーセンタイルとか95パーセンタイル、それを使うユーザーってどのぐらいの幅があるんだろうなってところに、まあ、思いを馳せていただくと、体に合ったデザイン、広い意味で体に合ったデザインというものが達成できると思います。デザインは種の存続に伴うものなんだ、みたいな感じですかね。はい、そう。なるほどね。存続できたから今デザインしてるわけです。岡田さんも私も。なるほど。深いですね。やっぱり思想ってサブタイトルについてたところが回収された感じがします。
まさに思想哲学ですね。うん。はい。じゃあ今日はここまでなので、最後にまとめ、まとめをしたいと思います。はい。今日はですね、まず、ものを人の体に合わせてデザインするための観点を紹介しました。そして、この身体の大小とか多様性に関して言うならば、対象ユーザーの5パーセンタイルから95パーセンタイルまでをカバーするということが、これがデザインの基本です。そしてデータに基づくデザインを起点としてですね、利用状況を踏まえた論理構築、利用状況を踏まえたプロトタイピングによってものの形を決めていきましょう。現在の人間の姿っていうものはですね、何万年にも及ぶほど進化とか適応の結果です。だから人間がものに合わせるのではなく、デザインによってものを人間に合わせていきましょう。はい。じゃあ、セミナーの本編はここまでになります。ね、残った時間でね、ちょっと Q&A 付けたいと思いますね。なんか今日はあれですね、思想、哲学チックなところも最後に来たので、あれですね、Q&A というか、コメントでもなんか嬉しいなという気がちょっとしますね。ちょっとチャットを見てみましょう。スタッフの池田です。はい、チャットに、すでにコメントをいただいてるんですけれども、例えば、爪が長い人にとって、押しボタンなどは多めになっている方が良いのかとか、共通範囲で作ると、背の高い人、低い人は常に体に合わないデザインになると思います。さてさてという、コメントをいただいております。ありがとうございます。あくまで今日は一般論としてこういうような思想、考え方、基本となるような考え方を示しました。指摘されているように爪が長い人、人間は爪を伸ばしている。文化なんかによってもこの爪の伸ばし方って変わってくると思うんですよね。だから利用状況に合わせてという中に、じゃあユーザーの爪はどういう状態なのかっていうようなことも含めて考える必要があります。昔の携帯電話の時なんかはね、やっぱりその爪の長さというものが、ああいう狭いところにいっぱいボタンが並んでるのでとても重要になったので、爪の長い女性と短い女性みたいなことで押しやすさを評価してもらうなんてことも考えてましたし、方面だと押しづらくなるというのはその通りで、そういうような利用状況が想定されるんだったら、フラットにする、もしくはこういったちょっと凸にした上で滑りづらくするだとかいうような、そういうデザインの方向性を考えていく必要があるかと思います。それと、共通範囲で作ると、高い人と低い人は常になんかこういうベストじゃないところで操作することになってしまうというのはおっしゃる通りですね。そこもやっぱりもしその製品を作る上で、いや、できるだけベストの人に使って、ベストの状態で多くの人に使ってもらうことが、やっぱりこの商品の優位性につながる、なんてことになるとか、ユーザーのためになる、そこにコストをかけることに合理性があるという思うんだったら、そういう判断がなされれば、上下調節機構をつけていくなんていうようなことも考えていかないといけないと思っています。はい、ありがとうございます。続いてですね、データベースに関わる質問が2件来てますね。車椅子利用の、身体データはどこから調べればよいでしょうか。介助者の有無など、重度によって、一概に言えないと思いますが、そのような資料を見たことはなく、何か良いデータベースがあれば教えてください。あ車と、椅子利用。車椅子利用。あとは、視力や聴力の統計データも存在するのでしょうかというご質問もいただいています。実は、そういった統計データって、ないことの方が多いっていう現実があってですね、実は身体寸法データがここまで充実してるっていうのは、かなり恵まれてるんですよ。で、車椅子利用のデータで、一個一個ね、なんか利用状況を調べて、目の高さだとか、なんかこういう手の前方への手の長さなんてことを、統計的にまとめたデータベースっていうのは、そんなにないかなと。あるところ、局所的、あるところに注目してどうだっていうようなことあるんですけど、統計学的に、正規分布するようなデータは、私は見たことはないですね。というのも、車椅子利用って一口で言っても、割と、もう状態をこうやって起こすのも困難な人もいれば、
スポーツができるぐらい上半身が動く人もいたりするので、母集団にも結構多様性があって、何をもって兵、あの、なんていうかな、母集団とするかっていうことも難しいし、そんなにサンプルが、統計学的に有効なサンプルが取れるほど、数が取れるほど、N 数がない、なんていうような状況もあってですね、そういう、データというものは、存在していないことが多いですけれども、だからといって諦めるわけではなくて、セミナー本編の中でも言ったように、じゃあ、量端ってどのぐらいの人がいるんだろうねということを、定性的でもいいから調べていくなんていうアプローチが必要になってくるかと思います。視力とか聴力に関して言えば、HQL、なんですか、人間生活工学センターでしたっけ、あそこに高齢者の、いろんなデータが割とあるので、視力、聴力はそこから探し出せるかなという気がしております。いますうん。ね、その辺はあるかと思います。そうですで、あね。と、僕が車椅子の話に戻ると、一般的に車椅子ユーザーは、例えば駅の券売機で切符を買って、駅構内まで行くところにどんな不便や、問題があるかなんていうことを、なんですかね、記述ベースで、まとめているような資料とか研究成果は、それはたくさん世の中にはあると思いますね。うん。ありがとうございます。ちょっとお時間もありますので、最後一つ、こちらのご質問をいきたいと思います。操作性の実験をしていると、小柄な方は届かないことに強い不満がありますが、大柄な方はかなり不自然な姿勢でもあまり不満がない場合に出会います。日常でのその方々の普通が大きく影響しているように思います。人体でだけでわからないことが多いです。っていう。コメントをいただいてました。それって今、ちょっと、チャットに文面ありますチャッか？トにありますね。はい。これは、自分あれですね。大柄な人のデータも別に直立不動でずっといるわけではあ、はい。ないっていう、先ほどのフレキシビリティの話でしょうかね。95%より外の人を別に無視してるだとかそういうわけじゃなくて、そうだね、人間側のこういった自由度みたいなのも考えながら、ものづくりとしての、バランスを考えると、5%、95%っていう一つの基準が出てきてたっていうのが、これが、人間工学、つまり、ものづくりのための工学がたどり着いた一つの慣例というか、まあ、ある意味、やってはなし、やってはなしとか、どこまで広げたらいいのかっていうことを検証しながら、効果を見ながら、たどり着いていった一つの目安になっています。だけど、やっぱりその大柄な人の不便さを解消することによって、また新たなこういった価値を生み出せるということであるんだったら、そこに注目していくなんていうことが、やり方としてはあると思うんですよね。この方はですね、実験とかをもうすでにされている方で、その経験論として、例えば50%タイルのところに合わせるんじゃなくて、もっと低く合わせたとしても、大柄な方そんなに文句言いませんよっていうああ、そこういうことをです。知っておられて、まあ、それはまあ、先ほど言ったように直立不動なばかりではないかなみたいな、大は小を兼ねるじゃないですけど。あ、すみません。多分そういうニュアンスの話だなと思います。ただ、多分ものによ感ってはそ想、れが許コメン容ト。できないようなユーザビリティの低下になるようなものもあると思いますね。ものによっては、全然そういうところでも、なんかこういう影響度が少ないなというものに関しては、そういうような、フレキシビリティのある考え方を適用していってもいいとは思います。そうですね、やっぱりその使えないようなところにあるものではなくて、使えない、使えるっていうものが使いやすいよりも、やっぱり上位になくちゃいけないんだろうなっていうのはやっててありますね。子供は手が届かないともう全然触れないけど、大人はかがんであげればそこに手が届く。だから小さい方に合わせましょうみたいな。ヒロさんの資料になると丸2ですかね。2番目に考慮すべきこと。不利な方に合わ不利せなるのと。に合わせる。そんなとこでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、今そうです日はね、ちょっもう時と間的な。時間もありますので、ここまでとさせていただきまして、残りのご質問に関しては、また後日、PTX を通じての回答をさせていただきますので、少々お待ちください。いたします。いつものように全員分ちゃんと回答いたしますと。そうですね。
今日は時間になりましたので、これでおしまいにします。今、チャットの方にですね、アンケートの URL を流そうと思いますので、ぜひ皆さん、これに答えていただければと思います。アンケートはたった5問ですし、多分2、3分でパパッと答えていただけるものかなと思います。で、アンケートを答え終わった後の、ページにですね、本日の資料、PDF ファイルをダウンロードできるようにしておりますので、ぜひお答えいただければと思います。で、最後に、冒頭にも申し上げましたけど、私たち、東芝の、川崎にある東芝の、競争センター、クリエイティブサーキットというところの運営するチームをやっております。で、東芝のデザイン部門、100人以上いる、メンバーは日々デザイン業務をしてますが、その中で培った、知見ですね、を皆さんに、このような形で、共有するということで、楽しみながら、こういうウェビナーをやっておりますので、今回、9回目ですが、10回、11回と続けていきたいなと思っております。ぜひご視聴お願いいたします。はい。皆さん何かありますか？あ、はい。やっていきましょう。とりあえず10は回い。やっていきましね、ょう。記念大会を、記念日はない。目指してやっていきましょはい。では、今日はこれでおしまいにしたいと思います。皆さんご清聴ありがとうございましう。はい、た。ありがとうございました。はい。失礼しまた、ます。第10回で。